はい、撮影を再開します。それじゃあ2階の探索終わったので次は3階に行こうと思います。またね、薄暗い階段なんですよ。これものすごく雰囲気がよろしくない。まあとりあえず行きましょう。3階はもうね、多分そんなに変わり映えしないと思うんだけどな。ここ3階建てだから、まあここは、あれ、いや上にまだあるね。上屋上があるの。へえ、まあいいや。とりあえず、うわ、もう向こうが見えないんだけど、どうしよう。じゃあ壁伝いに一周ぐるっと回ろうか。あ、カレンダーがある。これいつの。昭和61年9月へえ、1986年。どうだろうね。これでもなんかね、壁にこう貼ってあったっぽいから、なんかこれ絵がね、きっとね、でもなんか微妙だな。これが閉業当時のカレンダーなのかな。ああ、でも綺麗だね、ここのホテル割と。ああ、ここ閉め切ってる、だから真っ暗だ。ベッドはない。ベッドがないから、ここのマットは外に出されちゃった。1階に落ちてるやつが、そうかな、駐車スペースに。で、例のごとくここもね、このタイル初めて見たな。いろんなタイルあるもんだね、こうやって見ると。ただ各部屋各部屋違ったタイルを使ってるっていうのはなかなかね、経営努力が、もうベロンベロンに垂れ下がっちゃってね、経営努力が見て取れます。ちょっと待って、これ服が落ちてる。何これ、女性物の服だ。ほら、あれ、ここ誰か住んでたね。置いてある、置いてあるのか捨ててあるのかよくわかんないけど、だって女性物の服ですよこれ。ほらねえ、ドレスだもん。なんかわかんないけどね、女の人のものかどうかは。女装好きな男性の服かもしれないし。3階なんだけど、ここ全部閉め切ってるからさ、ちょっとなんとなくだけど、これ生活してたような形跡があるんだよね。ここはなんだろうね、ワンちゃんとウサギさんのタイルかな、これ見ると。ただ窓から眺める景色がね、ここ全然良くない。こんな感じだもん、どこの部屋も。もう隣がね、雑木林になってて、まあだけど別に景色眺めてね、過ごすようなホテルじゃないからね、ここはね。やることやってさっさといなくなるっていう、そういうホテルでしょう。ノベルティグッズ、コーヒーとかあるし。ねえ、なんかさっきのさ、前回の動画で出てきたああいうみんながかける落書き帳みたいなの、またどっかに転がってないかな。あれ面白かったんだけど、みんなああやって自分らの思い出を残していきたいんだろうけどね。ここは
お風呂の中になぜかソファーがある。あ、このタイルは2階で見たような気がするけど、あ、でもあれ青かったか、青と白で作られてたやつっぽい。ここは違うかな。タオルとかがいっぱい散乱してるけどね。ほら、この体をこするやつだとかさ、ネットボールだっけね。これ何、これボディースポンジ。こういうのも残ってるもんね。これはビューティーセット。グッズが残ってるもんな。これは何、パフミラー付き、あ、高級油取り紙だって。ほらほら、ちょっと待って、ほら油取り紙だって、高級。もったいないね、ミラー付きで。でもまあ切羽詰まって閉業したってわけじゃないのかな。まあでも潰れるぐらいだから最後は厳しかったんだろうけど、それでもまだお客さんを迎える余裕というかゆとりがあったんだろうね、これだけアメニティグッズが残ってるっていうことは。ここもなんか誰かベッドシートをねソファーに置いて、ソファーに敷いて、なんかここで休憩してたっぽい感じがするんだけど。インフォメーション、ラブコミュニティグッズ、ね、愛をさらに深めるアイテム、いいね。すごいな、男の子の子の子どんどんどんだって。これはモザイクかけます。はい、まあ、だけど、まあ、ホテルだからね、そういうラブホテルにあるグッズぐらいしか残留物はないね。住んでる感じがする。着替え用に下から持ってきたのかな、このシャツみたいなの。さっきフロントの奥の従業員スペースにこれ綺麗なやつが畳んで置いてあったもんね。あ、ここは何、あれは多分ねシール誰かが貼ったんだと思う、これは。いやでもどうだろう、ここのメインの模様はおそらくこれだと思うんだよね、これこれ。なんだろうね、ここ誰か絶対人がなんか住んでたっぽい感じの部屋なんだけど、ティッシュがさ、これもうやだ、これもういや、ここマジでこれ、こここそさマジでやり部屋じゃないの、これなんかそんな気がするねえ。ここでやるためだけに来てる人いるかもしれないね、ここ。いやー、あ、なんかこの絵はセンスがいい。でもまあなんか何かの週刊誌かなんかに貼ってあった、入ってあったページを切り抜いて額に入れただけって感じだけど。ラブホあるあるだね。前にとある地方のラブホテル R を見た時やり部屋あったけど、ここもなんかそれっぽいね。コンドームが散乱さっきしてた部屋があったから、あ、ここはもう汚い、なんかの瓦礫とかが落ちてるから、ここでねえ、あ、これ雨漏りもしてんだね上からね。
天井こんなだもんだって。はい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 。ただ床はしっかりしてんだね。やっぱ鉄筋コンクリートだからかな。ここもね、スロットがある。オス番長、オス番長と北斗の拳と、あとなんだ、黄門茶間じゃないか、吉宗、があったね。あのいわゆる人気どころのスロットを部屋に導入したんじゃないかな。だってスロットしない俺でも知ってるもん、その3機種って。ここもね、センスがいいね。タイル綺麗な花の模様になってる。ここ2種類のタイル使って浴室の壁を構成してます。ねえ、今んとこ全室トイレにはウォシュレットあるし、まあこの形は古いよね、確かにね。だけどさ、やっぱりお風呂のタイルとか部屋の作り、それからあとなんだろう、ウォシュレットがあるとかね、そういうのを総合的に見てもこの部屋、このホテル結構ね、綺麗ないいホテルだったんじゃないのかなと思うんだけどな。ここら辺がちょうどこのホテルの中間、真ん中あたりになるのかな。さっきまでなんか変な音がしてたんだけど、今音がしなくなった。多分今日風が強いんでね、扉がね、さっきガタンガタン言ってて、それの音かな。あ、ここは違う。あ、初めて見た。ハクション大魔王だって。へぇー。あ、これ割られてるなぁ。なるほどね。ハクション大魔王。これも人気あったのかな。あ、ここはね、このタイルだから、色が違うだけで、さっき青かなんかだったと思う。ここはなんかあの、このベージュになってるけど、まあそれにしたってセンスいいよね。お風呂のタイル見るのもこれ結構楽しいな。で、前に一回、うわ、汚ねえ。いや、これ映せないけど、もうトイレ流れてないのに、ここでうんこしてるんだもん。だからここ遊びに来たやつが、ここでしてんだろうね。まあそこから上がってきたから、このこっち行こうか。ああ、もう部屋だけだね、全部ね。とりあえずこっち、もう部屋番号すら分かんなくなってる。全部外されてるんだけど、まあ、だけどどこも同じ作りかな。ただね、こういう風にね、まあこれも印刷のなんかカラーで印刷された紙を額に入れてるだけで安っぽいんだけど、こうね、シワシワができてるから。だけどやっぱりこういうのを置くっていうね、心配り、これがね、このホテルを作った経営者さんの努力じゃないのかなって思うんだけどな。これは何？写真がある。プーさんなのかな？ねえ、かわいいよね、これ。これもね、未開封というか、未使用のマグカップとかグラスがあります。で、コーヒー、粉末コーヒーとか。まあ、賞味期限は切れてるだろうけど、また残ってんだ。ここだから、さっきのカレンダー見たら、まあ、閉業してから結構なると思うんだよね。これは藤ではない。あ、これ朝顔だ。
これ朝顔でしょ。ねえ。はい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 。なるほどね。面白いな。ねえ、また見返る。これ多分シャンプーとかもそのまんま中に入ってんだと思うけど。さあちょっとね、次のね目的のところもあるんで、もう部屋もねあんまり変わり映えしなくなったから、ちょっとちゃちゃっと行こうか。ここも部屋は部屋だけど、もう荒らされてるだけだ。あ、でもここちょっと待って、ここなんかいい匂いがする。なんだろう、ここだけなんかね廃墟臭じゃない、いい匂い。わあ、これコンドームが散乱してるわ、これすごいな。え、でもここベッドないんだけど、槍部屋にはならなくない？ここはオス番長の部屋だ。あ、車の音か。あ、ここちょっと待って、お風呂広い。あ、できっとコウモリがいたんだね。コウモリの糞があるもん。ここは藤の部屋だ。これさっき見たな、どっかで。2階にもあった、このタイルは。はいはい。ここの部屋広いな。料金によってやっぱ違うのかな？ねえ。前ね、その、ラブホの廃墟、行ったとこは、ビップルームみたいなのがあったんだけど、そこはねサウナがあった部屋に。あ、ここはあれか、倉庫だね。うわ、これ何これ。え、そういうことは、あ、上開いてる、上開いてる。これ空が見える。もうここからダイレクトに雨が入ってくるんだ。あ、でちょっと雨降ってるな外。それバイクで来たのに。